はい、どうも、ジュリアスです。ハンティングシミュレーター2やっていきたいと思います。今回ですね、雨のマップということで、ちょっと装備を変えてきまして、服に雨用のものとか、なんか視界が体になるもの、要は見にくくなるものっていうのがあったんで、その辺をね、ちょっと買い漁ってみました。ちょっとね、雨に強い、これがどういう効果を持ってるのかは定かじゃないんですけど、おそらくスタミナが減りにくいとかそういうことになってくるのかなと思ってます。まあまあ実際やっていきましょう。それとね、ちょっと武器に、このハンターを仕入れたんでね、ライフルの弾を243にして、え？こんなとこに、え？七面鳥こんなとこに置かれんねん。ショットガンを置いて、まあ、鳥とノウサギは変わらないようにして、前回と同じね、チェチアに天候雨ということで、この中で、ウサギのウサギだけ取れない感じになるのかな。大陸狼がいっぱいいたから、それをね、捕まえようかなと、肉食獣を。アヒルとかキジもダメですね。ショットガンじゃないんで。まあまあ、やっていきましょう。おー、すげえ雨。ちなみにこれがハンターですね。これを2.4倍にして、最初のライフルをな、XPR やったかな？コンポジット。これを6倍に変えました。おー、こういう感じの格好になるのか。ジュリエッタ、行こうぜ。いやー、前回こっちの方行ったから、こっちがっすね。か、湿地帯はでも、やっぱり、あれか。あ、でもめっちゃ広いわ。こっち側から行こう。あ、でも日本狼が肉食獣なんかな？これが、ウサギの声みたいですね。これで肉食獣来てくれんのかな？いやー、ただ、こんなとこ、見えんのかって先がって感じですよね。笛の音も聞こえんのかっていう感じ？ありゃ何でもないのか。243の弾なら、鹿とかは狩れるかな。ヘラジカとかになってくると、ダメなんですけどね、ライセンス的に。こりゃ、なかなか厳しいぞ。ははは。いやー、これはほんま、かなりのワンチャン頼りの狩猟になるんちゃうか？雨の日に行くなんて。お、イノシシや。あ、イノシシの笛持ってないな。イノシシって、肉食じゃないの？ イノシシって雑食のイメージやけどな。おお、目指すものが全くわからんな、これ。そっちに行かないやならんのか？食べ物やとなんか古いのか新しいのかあんまわからんかったな。濃い淡いとかになってくんのかな？うさぎこんな声なんかな？お、イノシシ新しい。イノシシはな、イカの鹿の呼び声でも反応したような気すんな。ん？何かおる。あれは何や？あ、大陸狼や。大陸狼は肉食獣の。いや、ナイス。ナイスやねんけど。多少走ってもバレんか、もうこれ。え？あれ？何見つけた？スコープのあれ変えてきたらよかったな。どっち持ってんのか一瞬わからんの。あ、いた。メスか、大陸狼。こんなとこに狼いた。あれ？いや、大陸狼、メスかとか言いながら、私逃げなあかんかったんち。怖っ。
や、これ、このゲーム、攻撃されんのかな？肉食獣に。いやー、狼、メスでしたか。オスが欲しいぞ。どうした？でもこれは予備防衛、結構やっぱり雨の日やから近くまで、あれやんな、目視圏内まで近づいてきたな。全然、まあ、肉食獣やから近づいてきたっていうことはあるのかもしれんけど、なんか怖いな。あんな、あ、オオカミや、オス来た。ちょっと待って、これは光景が違うねんな。やっぱハンターでやらなあかんねんな。246違う、That's a good dog. あれどこ行った？あ、いたいた。ちょっと待って、全容が捉えられん。どこまでこれ近づけんねや。報復前進で行こう。この花に隠れて、花の匂いでごまかす。あ、いけるな、これ。ああ、ミスった。いやー、反対、結構ね、いい音しますね。ピシーンって。いやー、当てたけどさ、当てたけどさ、臓器に当たらんかったな。2発目以降は全くミスったけど。カモン。と、血出てらんか、血。いやー、やっぱ、しゃがんでたから、逃げてる時の、視線が取りづらかったな。あんま伏せて、伏せるときはもう一発で仕留めなあかんな。わかりませんか、匂い。いやー、方角がもうこっちでやってんのかどうかもわからんもんな。ああ、ひょっとしてメスの方を探してんのかな。あった、血や、これや。やっぱ血ついてた。これを探すんや。おお、血残ってる残ってる。よーし、今から追いかけるぞ。あー、血かすかに見えるな、雨でも。蛍光色みたいに残ってるもん。あ、もう見えへん。もうワンちゃん任せ。あ、あったあったあった。でもこんな雨やとな、匂いがたどれなさそうやけど、ジュリエッタはな、超鼻がええんや。でも雨の日は追跡能力が落ちるとかありそうやな。しかも欲しいぞ。見えねえ、この方角やけどさ。あれ、そっち結構離れた。見えないんやな、あの中におんのか。ん？あれじゃないか？あ、違う。開いた。
日本時間。OK、ゲット。あれは絶対に臓器当たったからもう無理だ。助からん。ここに、違う。日本時間。え、マガモ撃ったい。ちょっとマガモを撃ったつもりはないけどな。大陸狼追うんや。日本鹿は後で追うんや。相当また、ああそこに、ここに日本鹿のね死骸があるから後で回収しに行きましょう。まあ、狩りでは自分一人で買っても運べないっていう時は場所をね覚えてみんなでね、あとは軽トラとか連れてきて回収するっていうことはよくあるんで、まあ、これは普通の行為です。普通の行為ですよ。何の問題もない。お、鮮やかに戻った。いたぞ。いた。いやー、あれなんでこんな最後ブレんのやろ。はいえ、はいえ。別物かなそれ。100メートルのとこにおるもん。あ、いた。よーし、出発。これさ、ひょっとして別物？一撃で仕留めちゃったけど。いや、血が結構前からついてるから、この子やな。これっすよ。あ、リロードの時に FPS 視点にしないとあれか。あんま見えへんか。ナイス。おお、ようやくでしたね。大陸狼ゲット。よくやったぜ。寒さに強いこれ服やけど半袖やったな。おお、結構来たな。ここに、ここにあれですね。ただただ休むポイントももうどこかも全然見えんな。いつもは遠くに見えるけど。高さがないからな、あんま奥を見られへんっていうか。あー、なんちゃあれ、なんかあったな。あれ、あ、これ、おいで。ロッジっぽいよなこれ。あー、これあれか、監視小屋か。狩猟用ブラインドね。あー、で、こういうところの平原で狼とか待つんか。
ほうほうほう、ブラインド方法。よーし、これが先ほど仕留めた日本鹿ですね。成熟個体、200メートルから来ました。よし、一旦戻りましょう。ワンちゃん引っかかっとる。弾薬を補充して、この辺にまだ狼はおらぬか。何見つけたんや。ああ、大陸狼、乾いてて柔らかい。乾いてて柔らかい。ああ、でもメスがこの辺おってんな。あれじゃん、メスじゃない？なんかおるやん。臓器の位置が違うな、思ってるとこと。おお、おお、いやー、臓器に当たらんか、あれで。もうちょっと前目なんかな、真ん中の辺打ったらあかんかったな。しかし我がワンちゃんええ子やな。ずーっと同じ方向を見つめてて何やろうと思った その先に 狼がおった。一発当たってるから血を見つけないとあかん。血を、あれかな、弾が細いんかな、やっぱ威力がないというか。おお、こんなとこ、こんなとこ絶対に犬しか追われへん いやー、でも狼は一回打ち漏らしたらもう二発目が厳しいですね。左右のあのステップを弾の偏差を読んで当てるっていうのは結構難しい。なんかおる。オッケー。ああ、でも逃げてたやつかな、これは。見つけたか？ワンちゃんの方がでけえぞ。よけい。これで日本鹿は逃げたな。もうちょっと、ああ、ごめんごめん。撫でてほしかったな。あの子を探すんや。さあ、どう近づこう。右から出るか、左から出るか。後ろから折った方がいいから、左からやな、これ。やーべ、ヒグマ出た。先オオカミや。いやー、てかこんなとこにヒグマいるんですね。逆にこれ使ったらいいんちゃう。何を見つけたんや、ワンコ。
あれ、見つけたもんが分かれへん。オオカミとヒグマが出たけどどっちも逃がしそう。気づかれた。見えへん。あ、逃げたヒグマ。50メートルの先におったもんな。前回は結構様子見してたのにな。今回は人間恐ろしさを知ったということか。ヘラジか。110メートル。狙えない、こんなん。日本鹿か。うん？OK。ここに日本鹿、オス。なんか、おお、まだ動いてるやん。おお、怖っ。お、アカシカや。しかも新しい。アカシカはどっちの弾で撃てたっけな。まあ、構えてみてか。え、見失う。はいや。どういうことや。ん？ OK, OK, 赤鹿行こう。赤鹿の前に、そこに狼がいそうなんですよね。赤鹿はなかなかたどれん。あ、いた。OK。いやー、すげえ逃げるな。早期当たっとんでもう赤鹿は無理や。早期当たってあれか。お、イノシシや。オス、ちょっとあれやな。あ、立ったら見やすい。オーケー。オオカミがこの辺にいますよと。ああ、これやね。そうな、こらチン。ちなみにこっち側のリロードも下から入れてオートラクション。偉いぞ。おうおうおう。オオカミはめちゃ取ったな。あれ、イノシシ。イノシシ、臓器打ったのになかなか逃げよるな。アカシカ、幻のアカシカはちょっと雨の日は厳しかったな。全然足跡が見えなくて、ワンちゃんに頼りっきりやったけどな。やっぱところどころ見失っちゃうな。雨やからしょうがない。血の跡がなんもね。
ナイス。おお、ちょっとちっちゃいな。あ、でも生体か。お見事、よくやりました。よっしゃ、戻りましょうか。大量大量、大陸狼を23と52キロか。これを戦利品として残しましょう。じゃあ売りますと。で、日本鹿が、あ、前回よりだいぶでかいな、これ。あれ、これか。で、売ります。あ、しくった、戦利品残すや、間違えたな。さあ戻りましょうか。でやでや。おお、これか、大陸狼52キロ。ほほほほ、ご立派ご立派。ということで今回はここまででね、また次回やっていきたいと思いますので、お楽しみにお待ちください。それではまた。